会議でいつも発言できない。言葉をうまく使えず、プレゼンで負けてしまった。SNS で情報を発信しても誰も見てくれない。など、ビジネスの場において言葉のスキルがなかったがために落ち込んでしまったという経験はありませんか？そんなあなたに今回紹介する本はこちら。言語化力、言葉にできれば人生は変わるというものです。瞬時に言葉が出てくる人は何が違うのか、印象に残る言葉を生み出すヒントなど、言葉を武器にする方法をこの本ではご紹介しています。皆さんこんにちは、つんどくです。今回もつんどく兄弟に代わって私が解説を担当します。この本の著者、三浦隆弘さんは、博報堂でマーケティング、PR、クリエイティブ部門を歴任。現在は独立し、ザ・ブレイクスルーカンパニー GO という会社の代表を務め、クリエイティブディレクターという立場でまさに言葉を駆使して活躍されています。ここで著者が伝えているのが、うまく言語化できる人は言葉の因数分解をしているということです。例えば、仕事がうまくいかないという言葉を因数分解していきましょう。会社の人間関係にストレスを感じている、現場の作業が過酷、アイデアが出ない、上司が嫌いなど、様々な要素があると思いますが、具体的にどのような因数分解をするのか、その流れをシミュレーションしてみます。まず、ここで言う仕事とは何だろうと考えると、それは顧客とのミーティングであり、うまくいかないとはどういうことだろうと考えると、それは会話がうまく成立しないということが思い当たるとします。さらに深掘りして、顧客とは誰だろうというふうに考えます。すると、クライアントの中でも責任者や経営者など上位層の人だという考えが浮かびます。また、会話がうまく成立しないというのはどういうことだろうと考えると、営業的なトークができないからではなく、クライアントとの気軽な世間話ができないために精神的な距離が空いてしまうということが思い当たります。さらに深掘りし、上位層に苦手意識があるのはなぜだろうと考えます。すると、上位層が求める世間話に対応できないことが思い当たります。また、気軽な世間話ができないのはなぜだろうと考えると、自分の教養のなさがバレるのが恥ずかしい気持ちになるからだということが明確になりました。このように、仕事がうまくいかないという大雑把な言葉で表現して思考を止めるのではなく、言葉を因数分解することによって思考を明確に言語化することができるのです。では、思考を言葉にする方法を学んだあなたが、強い言葉を発することができるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。印象に残る言葉をいかに生み出すかということについて、著者はラップの世界で使われるパンチラインという言葉を使って説明しています。ラップの世界では、記憶に残り感情を動かす強い決めの言葉というのをパンチラインと呼びます。フリースタイルバトルでは、その一言で勝負が決まってしまうこともよくあると言います。著者は仕事上、常にパンチラインを残すことを意識していて、その上で行っているのが次の4つのポイントです。1つ目、短くシンプルか。2つ目、意外性があるか。3つ目、学びがあるか。そして最後の4つ目、明日からすぐにやれるか。具体的な事例を紹介していきましょう。人脈についてのインタビューを受けたとき、著者はこう言いました。会いたい人こそ自分から会いに行ってはいけない。いかがでしょう。だらだらと長い回答ではなく、まさにシンプル。さらに、 SNS が活発になり、つながることが簡単にできるようになった状況とは逆のことを言って、意外性を持たせています。相手にとってメリットのある人物になって、先方から会いたいと言われる人にならなければならないのだという学びもありますし、しかも明日からすぐに実施できる内容となっています。こういった強い言葉を使うように意識すると、会議や打ち合わせなどでも結果が変わってくると著者は言っています。では、印象的な言葉を生み出すにはどうしたらいいのか。
先ほどの4つのポイントに加え、さらに本質的な方法も紹介しています。中でも著者が進めているのが、ゴールから逆算するということです。著者はとある人生相談でこのような質問を受けました。お酒は飲めないのですが、広告業界で活躍したい。どうしたらいいんですかね？確かに広告業界に限らず、お酒を飲めた方が周囲からの印象もいいですし、お酒を飲めないとつまらない人と思われる場面は多々ありそうです。さて、著者は一体どう答えたと思いますか？広告業界では、お酒を飲む人の方が出世しそうという世間の思い込みについて、著者はゴールから逆算して考えています。お酒を飲んでほしいという人々の欲求の本質は何なのかと考えた場合、人々が求める本当のゴールは、お酒をたくさん飲んでほしいということではなく、無理をしてほしいということになります。つまり、無理をできるくらいの仲の良さを示すことができれば、お酒なんて飲まなくてもいい。本当の目的はお酒ではないという考え方です。そう考えた著者の回答はこのようなものでした。酒が飲めないなら別の面白さを見せればいいだけ。マーケティングの世界では顧客が本当に欲しいものはドリルではなく穴であるという有名な言葉がありますが、表面的な要求にいちいち応えるのではなく、その時本当に求められていることは何か、立ち止まって思考してみることが大事だと著者は述べています。いかがでしたか？この本では他にも、言葉にできないことを言葉にする努力こそがビジネス、数字の経営より言葉の経営などビジネスに役立つスキルが身につく36の考え方が紹介されています。もし興味があればぜひこの本を手に取ってみてください。この動画が役に立つと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またベル通知ボタンをオンにすると動画の投稿をいち早く知ることができるので、そちらもぜひお願いします。では次回までごきげんよう。